髪のあたりがざわざわする。いつもと違うわね。どうしようかな。使えそうなものが見つかったわ。やあ、気づいてない。今のうちに立たせてください。行くわよ。やっ、行くわよ。おっさんや、へい、やっ、自動で使います。すごい奴は嫌いなんでね。あ、慣れすぎね。空から攻撃します。全力で行くわよ。ちょっと拝借。一気に攻め、どうした？手加減なしです。電気が流れますよ。一気にせっ、おさや、全力で行くわよ。見えるかしら。あっ、くそ、へい、こっちよ。完了ね。雰囲気を感じるぞ。変わったの見つけた。取れそうなものはもうないわね。どこに向かうの？
いろいろありそうな場所だな。キャー、気づいてない。今のうちにこのまま落とします。どうかしら。どうした。行くわよ。毎回これならいいんだけど。これ初めて見るな。昔のものって見てるとその頃の様子がね。これ気づいてない。今のうちにこのまま落とします。切る。どうした。全キル。毎回これならいいんだけど。いつもの違う雰囲気を感じるぞ。どうしようかな。使えそうなものが見つかったわ。これ初めて見るの。あらかた取り終えたな。どこに行こうかな。一丁やってやるか。それ、それ。油断してるな。先制するぞ。このまま落とします。どうかしら。どうした？どうかしら。私たちの勝ちです。髪のあたりがざわざわ。いつもと違うわね。どうしようかな。えい。始めるとするか。おとなしくなさい。行くわよ。毎回これならいいんだけど。これで安心して歩き回れますね。変わったの見つけたよ。いつもと違う雰囲気を感じるぞ。昔のものって見てるとその頃の様子が目に浮かぶようで楽しいのよね。どこに向かうの？うん、頑張ろう。どうしようかな。これ初めて見るな。どこに向かうの？以上で報告は全てでしょうか？はい。
かしこまりました。会長、改めて聞くまでもない。承知しました。一応は全体的に大雑把で仕事の荒が目立つもの。そうでしょうか。お前は本当に錬金術師なのか。そんな、用があれば。私、今回の任務は終了です。お疲れ様です。アルバートさん。ああごめん、リンカ。ルギオン村からいらっしゃった。へえ、違う村。あ、はい、よろしくお願いします。そんなことより、リンカ、父さんは？ちょっと欲しいものがあるんだ、急いで。存じ上げません。あ、シャリステ。あ、ございました。私、どうしよう。シャリー、お客さんだぞ。あ、はい、どうぞ。失礼します。あ、リンカさん。会長より追加の報酬と伝言です。追加のですか？ご満足し。いえ、会長は歯に衣着せないシャイな方なので。こちらが追加報酬。シャリステラさんが正しかし、会長はそれ責任。はい、はい、ではレンキン術の本か。私、調合しようかな。材料はどれにしよう。これで、うん、始めよう。仕上げに、やった、完成。どうしたら餅の人。そうだ、シャリ、この町の気風はだな。自由自治の精神。つまり、なんだ。なんじゃコルテス、奥歯に物の挟まったような喋り方しよって。いや、ジョー様、初めてこのような大都市に来て大層驚かれ、村全体が家族のようだったのに比べ、いわば他人の集まりですからな。他人の集まり。他人同士が共に暮らしていく。それには村とはまた異なる人のつながりが必要と。この町では自由自治と相互扶助の精神と呼ばれるものなので、最初から人の助けは期待しない。じゃが必要な。それなら村だって同じじゃない。シャリ、村では誰もが相手のしてほしいことを察して動いていたろ。でも、それが助け合った。ああ、つまりだな。ここ人が多すぎて、人の気持ちがわからぬけど、それ。まあ、ジョー様、待っていても変わらないのだから。手惜しい。ジョー様が
心を開いて受け入れてもらおうとすれば。ありがとう。どれを調合しようかな。材料はどれにしよう。材料はどれにしよう。これ、うん、始めよう。仕上げに移ってやった。完成形で新しいスキルを覚えたよ。材料はどれにしよう。これ、うん、始めよう。仕上げに移ってやった。完成。材料はどれにしよう。うん、始めよう。うん、仕上げに移ってやった。完成。レベルアップ。材料はどれにしよう。うん、始めよう。仕上げに移ってやった。完成。材料はどれにしよう。うん、始めよう。仕上げに移ってやった。これで新しいスキルを覚えたよ。材料はどれにしよう。うん、始めよう。仕上げに移ってやった。完成。材料はどれにしよう。これで、うん、始めよう。これ、仕上げに移ってやった。完成。レベルアップ。材料はどれにしよう。これで、うん、始めよう。仕上げに移ってやった。完成。材料はどれにしよう。これ、うん、始めよう。仕上げに移ってやった。完成。材料はどれにしよう。これ、うん、始めよう。仕上げに移ってやった。完成。材料はどれにしよう。これで、うん、始めよう。仕上げに移ってやった。完成。材料はどれにしよう。うん、始めよう。仕上げに移ってやった。完成。レベルアップ。ここは本当に、こんなところで道に迷ったらもう船に。ねえねえ、そこのお嬢さん。え、そうそう、急に呼び止めて悪かったわね。それは平気ですけど。あんた錬金術師でしょ。あ、はい、まだ駆け出しですけど。まあまあ、そう固くならないで。ちょっと聞きたいことがあるだけなんだから。聞きたいことですか？あのね、ここら辺で精霊とかって見かけな。ごめんなさい、私お役に立てそうに。だって錬金術師なら精霊の居場所を知って。ああ、それは簡単よ。そうか、知らないなら仕方ないわね。あの人の方が。そういえば、この町にはもう一人シャリーと呼ばれている女の子がいるんですが。え、前に
すれ違った人のことかな。本名はシャルロッテ、彼女も錬金術師だそうですので、どこかで会うこともあるかもしれませんね。シャリーさん、ここはし、もうそうやってすぐ子供扱いするんだから。それは悪かったな。それはまあ大人の人ばっかり。コルテス兄様、あそこユリエさんだよね。ああ、本当だ。あいつもレピとしたトレジャー。誰とも話さないのかな。そうだな、見た感じユリエが話そうとしてないというよりは。え、いや、ユリエは根はいいやつなんだが愛想がないかな。そうなんだ、ユリエさんいい人なのに。どこに向かうの？一丁やってやるか。油断してるな。先制するぞ。このまま落とします。少し黙らせるわ。毎回これならいいんだけど。私もせ、ま、このチャンスね。いきなり腰を振り落ちなさい。全力で行くわよ。少し黙らせるわ。一気に攻めるぞ。行くぞ。準備運動にもなるからな。動物の体っていろんな使い道があるの。無駄なんてない。次はどこだ？決めてくれ。
次はどこだ？決めてくれ。手際よくやるわよ。ほれ！気づいてない。今のうちに。いきなり星を振り落ちなさい。少し黙らせるわ。一気に攻めるぞ。どうした？準備運動にもならないな。えい！ほれ！速攻のチャンスね。いきなり星を振り落ちなさい。キル。準備運動にもならないな。ほれ！気づいてない。今のうちに。このまま落とします。お手並み拝見よ。一気に攻めるぞ。さて飛ばしていくぜ。手加減なしです。やっ、私たちの勝ちです。私も成長したみたい。またこの髪のあたりがざわざわする。いつもと違うわね。どこに向かうの？さて、どうしようかな。なんだかいろいろ使えるものが見つかりそうな場所ね。使えそうなものが見つかったわ。自然の産物もいっぱい役に立ちますね。自生の野菜か。まだ残ってるものなんだな。いつこの植物は何に使えるかしら。どこに役に立ちそうなものが見つかる。どこに向かうの？本当役に立ちそうなものが見つかる。どうしようかな。気をつけてください。何か来ます。全力で行きます。おとなしくなさい。一気に攻めるぞ。さて飛ばしていくぜ。全力でいく。どうかしら。手加減なしです。えい。私たちの勝ちです。次はどこだ？決めてくれ。
おい、何の騒ぎだ。沖に出た船が沈んだって知らせがあって。なんだと、乗ってた奴らは。わかりません。沈んだ原因は分かった。さあ、でも沈んだ船の近くを通った別の。シャリーさん、アンクロス。こう見えて組合に所属。オムラ、よろしく。シャリステラ。はい、そうか。はい、この界隈ルギオン村といっ、ルギオン村ご存知。昔いた村の環境が悪化したとのことで。なんと、ホムラさん。ルギオン村、シャリー、何かあった。ホムラに先を越されましたね。とは言っても当然ただじゃねえ。興味じ、分かった。そうか、資金ができたらいつでも。シャリー、あ、ユリエさん。会わせたい人がいる。ここよ。ここって、いつも通り。姉さんってユリエス。そう、妹の。すごい方なん。すごくすごく優秀。私が保証する。ちょっと姉さん。あとステラードでは指折りのすごく可愛い妹。え、私が保証する。姉さん、ちょっと静かにして。ごめんなさい。あ、シャリステラ・アルゴーです。ここには見慣れない器具が。まあ、普通の人には珍しいかも。ミルカ、シャリ。あ、はい、みんなにはよくそう呼ばれてます。そう、錬金術師なのにここの器具を見慣れない。古式ですか。ミルカは中央で錬金術を勉強した。少しだけね。ここにある木、中央の新しい錬金術。古式の錬金術はできないけど。ありがとうございます、ミルカさん。